こんにちは。アマゾンシサポーター、堀秀夫です。最近、売れた商品をね、ちょっと、まとめてカタログ作るとか、あるいはセット商品作る、または売れた商品がね、モデルチェンジしたというようなことでね、ちょっと続けてカタログ作成の、希望が出ています。で、カタログ作るときのね、注意点いくつかあるんですけど、今日はそのうちの一つ。元になる商品がね、すでに、日本、あるいはアメリカ、ロンドン、どっかの国でね、販売されていて、良いレビューが集まっているというカタログの場合は、そのカタログにね、紐付けて、同じ ASIN コードを使うと紐付きますんで、紐付けて作ると、このレビューをそのまま引っ張ってくるという機能があるんでね、まっさらのレビューなしよりもやっぱ売りやすいんで、もともとあるカタログがあってね、良いレビューがついてたら、その ASIN コードを使ってカタログ作成すると、有利です。ね、カタログ作成の際に何のコードを入れるか、その参考にしてください。カタログ作成ね、これ手を抜くと売れないカタログになっちゃいますんでね、作る段階、何に注意するか、どういうふうに、作るか、それはね、逐一、報告、あるいは相談しながら作っていただければと思います。また。カタログ作成、ね、興味があるとか作ってみたいという方はね、お気軽にお問い合わせください。アマゾンシサポーター、堀秀夫でした。